はいどうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、アルミテープ中の第5弾ぐらいになるのかな、第6弾ぐらいかな。アルミテープ中ね、面白いんすよ。もう何回見てますけど、いろんなチューンしてきました。もうね、コンデンサーチューン。コンデンサーチューンといってもね、こう2つ3つとかいろんなコンデンサーの大きさ別にいろいろ作ったりとか、マイクロファランドか、470マイクロファランドを10個連チャンでね、並列に並べたやつと、4700マイクロファランド。結局、並列につなげば一緒なんだけど、なんか車につけると、ちょっと、あれなんか、ちっちゃいの10個つけた方が、あれなんか、トルク感があるぞとかね、もう細かいことでね、いろいろ、楽しんでたんですよ。マイクロファランドって、コンデンサーのなんだ、容量っていうのかな。で、まあ、いろいろね、こう、マグチュもいっぱいあるし、いろいろね、楽しんでいる中で、やっぱトヨタが、ね、ドーンと公表したというだけあり、しかも実際に車につけてるというのもあり、すごい楽しいです。こんなんでなんか変化があるのが楽しいんですよ、その、ちょっと貼っただけでね。まあ、前回リアの、アルミテープ、まあ、あれはトヨタ純正テープをバーンと貼って、あれも効果があるんだよね。なんだろう。なんかね、まあ前にこう、引っ張られるという感じ、プラス、なんかこう、変化があるんですよ。まあ、後ろもまあね、前から壊してたら、前は当然バンバン空気抵抗は当たるから、やっぱ基本的にね、やっぱちょっと張ってる限り、前がね、やっぱ一番効果があるかなと。一番最初はやっぱ風が当たるとこだから、ね、空気と空気がこう、バーンってぶつかるわけだから。でそこにアルミテープを貼って、だから、なんだろう、磁石のマイナスね、バーンと。風もマイナス、車もマイナス。だから、ここでマイナスとマイナスの磁石の、力が生まれるみたいな感じ。磁石のマイナスマイナスをこうやると、弾くでしょ。それを、ここにプラスを置くことで、こう、滑らかにする。やっぱ、だからその一番前のところの部分っていうのが、なんか貼って、今まで貼ってきた中で、かなり効果が大きいんですよ。だからまず、アルミテープ中やるならやっぱフロントバンパー、車ではやっぱ一番前に出てるじゃないですか。やっぱあそこが一番こうまずあった方がおすすめかなと。で、まあ今回まあいろいろこう貼ってきた中で、そろそろここね、このサイドガラスをちょっとやってみようかなと思います。個人的だけど。効果、ここ、ありますかっていう。ここね。まあ、今回は運転席、助手席。まあ、特に、まあ、やっぱ風は前から来るから、前のこの風切るのこの辺。いや、トヨタのあれにも書いてあるんですよ。ここになんか貼るみたいな。前面はいらないと思うんだけど、まあ、ちょっと、こう、切って、こう貼っていこうかな。何かしか。あ、そんなにいらないか。バンパーだったら直だけど、どうなんだろう。トヨタのあれは確かこの辺にちょっとじゃなかったかな。一箇所とか、なんかそんな感じなんですよ。そんなになんかバーって張ってるとかじゃなかったはず。なんかまあ、三箇所で貼ろうかな。このガラスだったら、こう一番、ここと、ここと、ここと。いうことで、今回ですね、この内張りを取って、このガラスね。このガラスの、この内張りの部分、入り込んだ部分に、貼っていこうかなと思います。はい、というわけで、内張りを取っていきたいと思います。もう何度か撮っているんでね、簡単です。まあ、初めて見る人もいるかもしれないので、一応、説明しておきますけども、まず運転席、これ運転席ですよ。運転席のドアです。一応ね、一応見せておきましょうか。はい、こんな感じ。ハンドルがあって、こうと。運転席ね。で、ハンドルノブっていうかな。ノブのところにまずネジが1個あるので、このネジを取ると。これね。まず細かい、ピッチが細かいネジ。そして、ここ。このね、手をかけるとこ、ここに、向こう、ネジがありますと。今、手をかけるとこのネジはこの粗いネジね。そしたらですね、どうするかというと、ここね、こう色が違う部分があると思うんですけど、この、パワーウィンドウね、そうそう。のところを、こんな感じで。雑と思うけど、もうあと爪で引っかかってるだけなんですよ。ちょっと爪をお見せしますけど、で、あとこのパワーウィンドウやら、電角とか、その辺のコネクタを抜くと。
これ3つありますけど、見えてる？3つありますけど、これ全部コネクターが別々なので、まあ適当に外しても後から入るところにしか入らないようになってるんで、ご安心してください。で、ほんと爪ね、こういう爪が引っかかってるだけなんで、ほんとにただカチャってはまってるだけでございます。で、そしたらこのネジがね、もう2つ出てきます。このネジね、こことこのネジを2つ外すと、で、ネジはもう、これで終わりです。これでね、ネジが全部外れました。だからネジが全部で1で2、3、4と4つだけです。そしたらですね、これあと下からね、こう見える手を入れて、こうちょっと隙間があるんですよ、これ内張りと手、あのドアの鉄の間にね、ここの手を入れてこう引っ張るだけです。はい、で、ここにこうね、リベットがついてるんで、引っ張れば抜けるという。で、上はこうガバッとこうかかってるんですよ、だからこう外れないんですけど、これを上に持ち上げてやると外れると、はい、いった感じでございます。こちらがね、内張りを外した、様子でございます。ここですね、自分が貼りたいのはここ、これは長いんだよね、で、これ短いみたいな、で、一応3箇所ぐらいに貼ろうかなと、真ん中普通に貼ろうか、1枚ね、これ、あの 3M のちゃんとした導電性アルミテープね、ここら辺にちょっとこう真ん中これで貼って、端っこね、端っこちょっと細いんで、これを半分に切ってちょっと細めに貼ろうかなと思います。今回もこの 3M のテープを使いますよ、もちろん。あの、まあ、高いっちゃ高いです。普通のアルミテープに比べて 4,5 倍とか高いかな。これだって2メートルしかないけど、1600円するから、普通のやつでだってね、なんか10メートル巻きで、しかも倍厚みがあって1000円とかでも、高いなって思うぐらいなレベルなんで、相当高いっちゃ高いですけど、まあこういうチューンじゃないけど、遊ぶのには、それでも安いですよね。ね、マグチューン1個でだって4000円、5000円するんだから、そう考えりゃ、全然安いかなって思います。で、今回使うの、刻み1個ね、毎回ケースに直しておりますけども、これ便利がいい、コメントでね、以前教えてもらって、まあ、買ったんですけど、もうこれね、ギザギザにすることによってよりなんか効果が高まるっていう感じなんですよ。だからそのこれの普通のやつとこれで試したことないからわかんないけど、で、真ん中はこれをそのまま切るだけかな、これ真ん中の分ね、だいたい7、8センチぐらいかな、これをこれにこう貼って、で、両側は、もうちょっと細くしたいので、まあ、長さ一緒ぐらいか。で、これをさらに半分に切ると。だいたいね。こんな感じ。もともと25ミリか。あるので、半分に切って 12.5。1センチはまだあるって感じです。で、これをここにこう貼っていこうと。ギザギザが下がいいのか、こう上向きがいいのか、迷いますね。はい。というわけで、あ、一応ね、アルコールティッシュで、拭いておきましょう。これが忘れがち。うわ、ちょっと待って。雨降り出した。ちょっと待って。ガチ。さっき降らないって言ってたじゃん。うわ、ガチ。ちょっと。雨がね、バーっと降り出したんですけども、すぐに止んで、再開しまして、で、アルミテープありました。真ん中に一箇所ね。で、右側に一箇所。そして、左側に一箇所ありました。なんで剥げてんの？なんか当たるとかかな？いや、ちょっとね、ここをちょっと奥に貼りすぎて手が届かないから、下にずらしてこっちから手貼ってたりしたんですよ。今全部下げてる状態ね。こっから上げると。なんかこっち当たってるっぽいな。なんか当たってる。外側かな？なんか剥げてますよね。なんか見てる限り全然大丈夫なんだけどな。これなんかゴムの外側？なるほどね。もう、まあ、なんか、スポンジみたいなのがもう剥がれてんだね、これ。ああ、なるほど。で、うちは何もないよね。うん。とりあえず大丈夫じゃないかな。あ、あれだ。オートが。
オートが死んでる。外したらあれやね、オートがダメだったっけ、ちょっと覚えてないけど、まあ、これ後でやるとしましてですね、とりあえず、アルミテープ運転席が終わったので、助手席側も、全く同じように取り付けようと思います。はい、というわけで、助手席はですね、こんな感じでありました。まあ、真ん中はさっきをちょっと奥入れすぎたんで、もうちょい上、もうちょいでも結構入ってるけどね。ギザギザはこれね、運転席と逆にした、わかります？さっきこのね、まっすぐ切ってる部分を上にしてたんですよ。もう逆にしました、こっちもね。なこっちの方がどうなんだろう、張りやすいっていうだけなんだけど、うん、まあこれのね、ギザギザの効果っていうのも正直まだそこまで分かってないんで、まあ実際どっちかがいいのかもしれないけどね。はい、ということで、こちらもパパッと組み立てていきたいと思います。はい、というわけで、無事に貼り終わりました、両側ね。まあ、あの貼り方で合ってるかどうかっていうのはまだわかんないですよ。これも車種によったりとか、いや、本当はもうちょっとこう厚みをしなきゃダメだとか、まあもしかしていろいろあるかもしれないですけども、一旦ね、これで試してみたいと思います。ここの効果は何だったかな？風切り音が減るとかなんかそんなんじゃなかったかな？あ、ってなったらミラーか。サイドミラーもそうだよね。確か、アルミテープ貼ると、ああ、でもまあ、うん、かなりそうか。車は、だってね、バンパーから風が当たって、それがこう、ね、当たった風が横に行くじゃないですか。で、横の一番突起物っていうのかな？がサイドミラーなんで、サイドミラーもやっぱ風切り音。風切り音、そうだね。高速クラスに飛ばすと、やっぱ風がフシューって、あとこれね、バイザー。これもね、意外とあれなんだよ。あ、そう、これもありだな。結構まだちょこちょこあるね。うん。ただこの、ガラスの、ここで、まあ、貼った位置は別に間違ってはないんでね。だけど、効果があるのかなみたいな感じです。多分ね、今見て気になってる、これ気になってるでしょ？汗です。あれ、よだれじゃないですよ。汗なんで。もうポタポタね、もう落ちるんですよ。もうマジ汗かきなんで。まあ、いつもね、この後は夜ね、ちょっとま、今からだいたい買い物行く前とか、まあ、そういう時にね、こうやって撮影してるんで、だいたいこの後買い物に行ったりするんだけど、買い物に行ったらでも疲れちゃってて、買い物何店舗かね、ブラブラっと行くんで、疲れちゃって、結局、なんか撮影する気があったら、気力があったらするんだけど、結局しないことが多いみたいな。で、後日、また撮影。3日4日どことか、しばらく走って撮影っていう感じが多いんで、またちょっとね、後日、この走行の動画を、撮りたいと思います。まあ、変わるかどうかっていうのはわかんないです。俺もね。毎回そうです。わかんない。でもアルミテープって不思議だから、もう実際貼って、あれなんかおかしくない？変わったぞってなるかもしれないし、うん、やっぱ変わんないかってなるかもしれないし、変わんなかったら変わんなかったで、やっぱ効果がわかんないですねっていう、ところになると思います。まあこれね、自分ハンドルの下、こうよくある、このね、今これハンドルにちょっと三脚つけてあれですけど、このハンドルのこの下、に貼ると直進安定性が上がるとか言われてますけど、俺ね、貼ったり剥がしたりってこう、実はこう何回かやったんですよ。こう、すぐ手のところにあるからね。わかんないです。ハンドルの下俺マジでわかんない。これ人のあれなのかわかんないけど、別にここに貼ったからといってなんか直進安定性が変わるとか、で、剥がした。で、忘れてて、あ、それ貼ろうと思って貼って、でしばらく乗って、わかんなかった。もう結構何日かでやったんですけど、でもここも変わるって方多いんですよ、ハンドルの下は。でも自分は、これは分かんなかったです。あのガラスね、ガラスにちょっと上に貼るっていう。これも分かんない。まあガラスは、まあ後日、あのカウルトップの下に、こういう感じでね、アルミテープこう貼っていきたいと思うんで、そんだけ貼ればフロントも変わるかなって。もうだって風がこう当たって、ふとでフロントガラスにもブワって来るわけじゃないですか、風が。夏の高速道路っていうかな、乗ってると、やっぱフロントガラスって結構虫が当たる。まあバンバンもちろん当たるんだけど、フロントガラスも結構虫が当たるじゃないですか。ってことは、やっぱ風がもう思いっきりね、このガラスにも当たってくるってことなんで、それもちょっと、やっぱテープを貼ることによって、こう、風の当たる抵抗っていうのがね。さっきね、磁石の話しましたけど、マイナスと磁石もだってね、マイナスとマイナスをこうくっつけて反発はするけど、思いっきり手で当てればくっつくじゃないですか。
だ高速道路の場合はもうやっぱ風圧が強いっていうのかな。だからこう反発し合うんだけど、こう風当たっちゃう。でもただ見てるとね、夏とか見てるとやっぱこう風がこう上に上がっていく。だから例えば虫がいても虫がヒュッて上がっていく場合もあったら、バーンって当たって虫がこうガラスにつく場合もあるじゃないですか。そういうのがあるんで、やっぱこうなんかね、風の当たり方なのかすると空気の流れってもの難しいなって思うんだけど、まあ晴ればやっぱこう当たる時とこう流れる時とあるんで、よりこう流れやすくなるかなっていうところで、まあそのうちちょっとカウルトップの下、あのフロントガラスの下ぐらいっていうのかな、に、貼ってみようかなとは思っております。はい、ということでまあちょっと後日これ結果お楽しみにしておいてください。ということで以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。